おはようございます。2023年11月12日日曜日の朝です。今日の体重は 65.50 でした。体脂肪率は 37.9% です。おはよう、アビラじゃあ今日の天気はきっと晴れ、太陽は開いた、太陽ここにいます。実はまたおはようアビラ町って撮るの忘れててですね、黙々と部屋の中を片付けておりました。ご飯もまだ食べておりませんので、ちょっと思い出したので先にご飯食べちゃいたいと思います。さゆはさっき飲んでしまいました。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃっとご飯、パン、コーンスープ、フルーツ酢は梅の酢で食べます。今日のお昼ご飯です。今日ははんぺんチーズ、卵焼き、ツナとごぼうとさつまいものサラダ、もやしとニラのナムル、ミニトマト、こちらはしめじとさつまいものおつゆ、塩昆布と目玉豆の混ぜご飯で食べます。今4時半くらいです。今日はですね、本当にずっと家の中ですっごいいっぱいいろんな作業やってたんですけど、全然動画撮らなかったんですよね。本当にガチャガチャしていて、それでこれからですね、ちょっとシエスタさんの方でこちらのエリコロのダイエット日記でちょっと撮影したいものがあるのでですね、それを撮りに行ってきたいと思いますよ。行ってきます。シエスタ着いた。じゃあ中入って準備します。まずはホットコーヒーエーゼルアイス飲みます。今ここはシエスタで撮影をしておりまして、すぐそこにはお兄ちゃんがいます。シエスタでの曲がりの出張サロンなんですけれども、一応メニューとしましてはどうでしょうか。お兄ちゃん気持ちいい。本当ですか。すごいです。これはいいですね。いろいろやらせていただきましたよ。それじゃあまずはお家の方に帰ります。エリコロの動画帰ってきましたよ。全然風がないんですけど、めっちゃ寒いですよ。中入ります。実はですね、今日全然動画を撮ってないって言ってたんですけど、これ1回目のですねコーティング剤を塗っておりました。でこれはですね、塗ることによって食べ物とか油とかポテポテって垂らしてもね、パッて拭き取れるように、木に直接染み込まないようにですね、こうやって塗っております。でこれも1回目はさっき終わってるので、今帰ってきてすぐに2回目塗っちゃおうと思ってね、塗っておりますよ。いただき物のお弁当食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日もですね、ちょっと立った姿勢でなんかこう動画を撮ってるので落ち着きない感じ、まだちょっと慣れてない感じでございますけれども、ちょっとここでですねお話をしようかなと思うんですけれども、今日ですね朝起きてからもうほんと朝ごはんも食べずに、さゆはちょっとちびちび飲みながらなんですけど、自宅サロンの方のお部屋を今掃除してて、そっちでこうやってちび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 さゆ飲みながらちょこちょこ片付けをしてたんですよね。でなんで片付けを始まったかっていうと、私この間札幌の実家に帰った時にですね、もううちの両親が物をどんどん減らしていきたいっていうことで、私とか兄もいるんですけど、兄のものとか、まあうちの兄のものはほとんどないかな、私のものが結構多いんですけども、結構まだ実家に置いてきてるものとかがあって、特に本がいっぱいあったんですよ。でアロマのお勉強した時の解剖学の本とか、そういう何お勉強のやつ、なんかインストラクターの受験の本とか、なんかそういうセラピストの本とか、なんかそういうのがいっぱいあったんですよね。でも捨てられないなと思って、ずっと取っといてたものを今になって、ああそういえばこれはもうやっぱり捨てないでよかったと思ったんですけども、そういった取っといたものをですね、ちょっと結構持ってきたんですよね。そしてその本とかもちゃんと棚の方にしまっておこうと思いまして、で今目隠しカーテンで紫のカーテンをしてあるんですけれども、その向こう側の
床の間と、あと仏間があるんですよね。この家古いお家なので、でなんか観音開きになってるところの仏間があるから、そこにですね、ちょっとお家の神様にちょっとお借りしますねっていうことで、結構棚とかを入れて物をしまわせてもらってたんですけれども、それでそこに綺麗にやろうかなと思ったら、結構埃じゃないです、カビまでいかないんですけどね、なんかちょっと汚れが目立ってきてたので、ちょっときれいに一回しようと思って、そこを全部出しました。出して、それで順番に拭いたり、拭くもの拭いたりとかしながらしまっていこうと思ってやってて、今すごい私の自宅サロンの方のところがもう出したもの、道具とかが出てる状態で結構ごちゃごちゃしてたので、それをちょこっとずつでもう片付けようと思ってやりだしたら、もうやっぱ私なんか一個やりだしたら止まらなくなっちゃって、それでなんかちょこちょこ動いてるうちにですね、いつの間にかなんか10時近くになってたんですよね。で、あーと思って、それでとりあえずですね、ご飯食べ、お腹も空いたし軽く食べようと思って食べたりとかしてやってました。でその後ですね、お昼食べて、でまたご飯食べた後もちょこちょこいろんなとこ片付けたり、あとここのちょうどこのテーブルですね、買ってきた新しく今回キッチンのテーブルを作業台にしようということで、天板を買ってちょっと高さを上げたんですよね。でカウンターくらいの高さ、90センチくらいの高さにグンって上げて、普通は多分ダイニングテーブルとかだと70センチくらいなのかな、平均的な高さで、カウンターになると90センチくらいの高さっていうのが一般的な高さになってるみたい で、ちょっとカウンターくらいの高さがないとこの上でいろいろ作業するのが大変だっていうことで、ちょっと今リニューアルしてましてですね、それで新しい天板を買ってきたんですけども、キッチンで使うものなので、その上でいろいろ作業をやった時に油が飛んだとか、あとちょっとなんか色がつきそうな、染みそうな何かが飛びました、拭きました、全然色が取りきれませんみたいな感じになるのがすごく私の中で嫌で、この無垢材、これと同じ木なんですけど、本当無垢材なんですよね、廃材の無垢材みたいな感じで、何にも加工されてないやつだから、本当油とか染みってっちゃったら、ほんと染みになっちゃって、味になるっちゃ味になるけど、飛び方にもよりますよね。てんてんてんって飛んでたら、なんか味っていうか、なんかちょっと残念な感じになるのが嫌だったので、ちょっと、コーティング剤を旦那さんに買ってきてもらってですね、それで、本当は旦那さんがやるって言ってたんですけども、見てたらなんとなく私が不安になってきて、あ、私やるわって言って、私の方がそういうの得意なんですよ、結構。なので、私が全部塗装とかはね、私の実家の父は、塗装屋なんですよね。なので、お手伝いしたことはないんですけれども、見る場面が結構昔からあったから、なんとなく身を見まねでできるので、やっちゃったらもう私それがもう全部やりたいってなっちゃって、それで結局3度塗りまで今日しました。この天板、ここに今天板ですね。そんな感じでいろいろ作業をやったり、自分のサロンの方片付けしたりとかいろいろやってたり、あ、そう、それと今日ですね、あれも作ったんです。アロマストーンの試作をまた今日も作ったんですけれども、あ、そうだ、ちょっと待って、そうそう、この間ですね、この間もちょっと一個作ったんですけど、それがこの鳥の巣のアロマストーンを作ったんですよね。まあ、色はまだちょっと今試作の状態なので、いろんな他の色も検討中で、あと今こう垂らしてみて方向の感じとか、裏から染みてこないかとか今ちょっと実験してる途中なんですけども、これ前作ったやつなんですよね。鳥の巣、かわいいですね。そう、そして今回もう一つ試作ですけれども作りまして、でこういうカンカン丸いカンカンですね。でだいたいこのくらいの大きさのやつなんですけれども、これポータブルでどこにも持ってけるやつ、こうやってバッグにペッて入れといて、それで例えば職場とか、あと旅行先のお部屋とか、そういうところでもこうやってアロマを垂らして方向できるようにっていうことで、
でもう間もなくクリスマスということもありましたので、今回スパイスバージョンを作りました。こんな風に本物の全部スパイスで、コリアンダーとかカルダモン、あと八角ですね、あとピンクペッパーだったっけな、あとシナモンとか、あとクローブも入れているんですけども、こういう風にですね、普通にもうシナモンとか八角とかクローブとかの香りがすごくいい匂いがしておりまして、でここにですね、結構柑橘系のアロマを垂らすとスパイスと柑橘の相性ってすごくよくって、オレンジジュースとかにシナモン入れて飲んだら美味しいとかって、どっちも好きじゃないって人もいるかもしれないけど、私結構好きなんですよね。スパイスに、オレンジジュースにスパイスとかが入ってるホットオレンジとか、すっごい好きで、もうまさしくその香りです。そんな感じのイメージをしてですね、冬用のこういうポータブルのこういうアロマストーン作りました。これも試作なんですけども、これもうちょっと、センスよくやってもいいかな。なんかちょっととりあえずと思ってバタバタバタって置いたので、これが完成形っていうわけじゃないんですけど、また量も測ってやったので、こんな感じかなみたいなイメージ、ちょっととりあえず試作したやつなんですけど、こういうのもやってました。そうだから今日ずっといろいろ作業してて、でなんかもう本当にまたあっちもこっちも手つけて全部終わらないっていう感じの状態に今なってるので、まだ片付けとかしなきゃいけないなぁとは思ってるんですけれども、いろいろやりたい作業とかができたので できたというか、手がつけられたのでっていう感じかな、よかったかなぁと思いました。そして今日シエスタさんの方に行ってですね、撮影してきたんですけれども、予定では今週の金曜日に動画上げようかなと思ってるんですけれども、人生初の、コラボ動画を撮ってきましたよ。でシエスタさんの方ではシエスタチャンネルの方の動画が同じ日同じ時間に上がって、私もエリコローンのこちらのダイエット日記の方で今日撮ってきた動画が上がるっていう感じでございますので、お楽しみにしていただければと思います。一応ですね、簡単に内容をお伝えしますと、シエスタと私のアロマララクとそれぞれクリスマスプレゼントのご提案っていうことでですね、動画撮っておりますので、どちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。一応ですね、今週金曜日の11月の何日か11月の10日の19時夜の7時に動画アップする予定でございますので、お楽しみにしていただければと思います。それで今日このねこのストーンのこともちょっとお話触れておりますので、そっちの方で見ていただければと思います。はい、そんな感じでございますね。あとは、そしてっていうほどの、そしてじゃないか。なんかとりあえずこんな感じかな。なんか話がタラタラと最後してしまいましたけれども、今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。